始まりました、リュウネツゲーム TV。 ゲーム大好き沼尻です。 e スポーツプレイヤーのケータです。今週もナドさんのプログラミング体験を見ていきます。はい、今週も成長するキャラクターを見るのが楽しみですね。はい、そうですね、はい、あ、踊りました。踊り出してますよ。クネクネして出しましたけど、じゃあ今週も始めてみましょうか。はい、前回はキャラクターの大きさと速さというのを決めたんですけども、うんうん、今回はパンチとかキックで受ける体力ゲージの減り方ですね、うん、これを調整してみようかなと思います。プレイヤーに触れるという、これをダブルクリックしていただくと、はい、真ん中のアプリダメージという項目、ここでダメージの処理をしてるんですね。これをじゃあ100にしてみましょう。はい、じゃあ100で、あ、ゲームオーバーなりましたよすぐ必殺技出ちゃいましたね。多分ものすごい難しいゲームになっちゃったんで、今度じゃあ0にしてみる。はい、ゼロにしてみます。あ、当たっても特に何の反応もない。はい、ダメージゼロですからね、すごい優しいゲームに。そうですね、めちゃめちゃ優しい練習モードですね。練習モードですね練習にもならないかもしれないですけど、はい、確かにこれだとちょっとね、退屈になっちゃいますね。やっぱりまた変えてみましょう。はい、そうですね、こうやって調整しながら、ゲームキャラクターを、敵キャラクターを作ったり、ゲームバランスというのを調整したり、していくという感じですね。じゃあここでちょっと僕が面白くしてみようかと思います。左下のですね、左下の AI キャラクタービヘイビアツリー、これですね、はい、プレイアニメーションというのがあるんで、これを押していただきください。はい、なんか出ました。なんか出ましたね、はい、何か出ましたまだ秘密です。はい、この上から3つ目のやつ、項目を選んでクリックしてください。はい、プレイしてみてください。はい、はい、あ、踊りました。これって今何をしたんですか？敵キャラクターの AI の設定を少し変えました。敵キャラクターの動きが変わるんですね。面白いですね、こんな感じで簡単にできちゃう。面白いですね、本当に。はい、もちろん今売られているね、お店で売ってるようなゲームっていうのはもっと複雑なことが必要で、こんな簡単にはできないんですけども、これぐらいのゲームであればアンリアルエンジン使って、誰でも気軽に作ることができるようになっています。はい、私もぜひやってみたいです。はい、ぜひオリジナルゲームを作ってください、オリジナルゲームを作ってみたいなと思います。いや、楽しそうですね。この自分でできるっていうのはいいですよね。そうですね、今このようにプログラミングの講座などがたくさん開かれているんですけれども、講座の内容が自分の希望する内容なのか、自分のレベルに合った内容なのかを確認すると、より充実した勉強ができると思います。そうですね、自分に合った講座でね、こうレベル上げていきたいですもんね。はい、実は私も沖縄市の銀天街で e スポーツ教室の講師をしていて、この教室は未経験者や初心者の方も参加していて、簡単なマナーや実際にゲームをしたりしていて、誰でも参加できますので、ぜひ参加してください。楽しそうですね。はい、はい、実際1回いくらなんですか？いや、これは無料なんですよ。そうなんですか？はい、私も参加していいですか？あ、もうぜひご参加ください